守護天使、あなたを守る者、霊能者のアトリエ、あなたを守護する者は存在する。じゃあそれってどんな存在？実はそれは宇宙と密接に関わっている。皆さんの善なる意識にこんにちは、カズマです。霊能者が画師人として活動しております。カメラマンを担当しておりますエイスケです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。では本日は守護天使、守護霊のお話をしたいと思います。うわ、ついに来た。うん、A ちゃん大好きやんこれ。いや、一時期もうどっぷりでしたよ。うん、うん、守護天使、守護霊、そういうの見たい。うん、一時期だってあれだろ、エスケ、守護助になろうとしてたもんな。召されとるやないかい。俺守る側になってんじゃん。守護助、守護いね。はい、やってまいりましょう。俺全部拾うわけじゃないからな。エスケにとって守護霊、守護天使っていうのはどういう存在ですかね。そうですね、やっぱりなんていうんですか、知覚したい。知覚したい、そういう存在がいるっていうのは、うん、ね、いろんな本読んだり、うん、ね、話を聞いたりして存在してるっていうのはしてたんですけど、まあ、それを肉眼で見るにはどうしたらいいんだろうと、うん、なんかやらしいですね。なんでやねん、普通に見たいだろ。どんな存在が気になるんだろう。それでまあそんなこんなで、うん、なんていうんですか、対話したり、知覚したいなと思った日もありました。なるほど。っていうか長かったです、うん、ただ今現在はまあそのなんていうんですか、もっと他にやることあるんじゃないかと、うんうん、目の前のことに集中して、邁進しておりますっていう感じなんで、あんまり意識を向けてないですね、そっちの方に。なるほど、うん、まあ、本日は、世の中に様々に存在する守護霊、守護天使の、うん、こ情報だったり知識だったりに風穴を開けつつ、うん、分かりやすくシンプルでとても感じられる内容にしていきたいと思います。なるほど、お願いします、はい。昨今では、うん、まあいろんなね、宗教の関係上、うん、天使と悪魔って結構認知されてますよね。うん、悪魔がおぞましくて、まあ、天使はキューピッドの存在をしている、うん、赤ちゃんで羽が生えてて天使に若がって弓を持ってるような、うん、天使、そんなね、悪魔は槍を持っててちょっと紫黒っぽくて、うん、なんかこう六芒星からね、召喚されるようなね、うん、感じのイメージがあると思うんですが、実際のあなたを守護する者たちっていうその存在は全く違うイメージなんですよ、うん、ほう、むしろ全く違う意識たち、者たちなんですね。ほう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 。そもそも論、その、まあ、天使ってあるじゃないですか、うん、天から使われてるもの、うん、その天から使われてるものは弓を持たないですよね。攻撃するようなものは何もないと、うん、そして羽は必要ないですね。ほう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 。だって羽必要ないでしょ。だってさ、ボーンとか言っちゃったけど、もうだって目に見えないものなわけでしょ、空気なわけでしょ、うん、ああ実体がない、うん、ってことは羽いらないじゃない、浮くのに、まあ、重力適用されないとでしょ、うん、羽いらないのよ、うん、でしょ、パタパタ普通に受けるのよ、うん、でみんなが思ってる以上にふーっていう風になんかこうゆっくり移動するっていうよりか、本当に一瞬でいろんなところ移動できるのよ。うーん、その守護霊とか、うん、その目に見えない、うん、まあ、高次元って呼ばれる存在が存在する次元軸みたいなのがある、うん、空間があるんだけど、うん、みんなが思ってるなんか高いところに、うん、なんかなんだろうな、英雄たち英霊たちが存在してて見てるとかではないのよ、うん、ほう、もっとなんて言うんだろうな、もっと空白がいっぱいあって、もっと寂しいでも愛で、愛っていうかそのまあ喜びで満たされてるところなんだよね。じゃあその何ですか、高次元っていうほど高次元でもないっていうんですか、何ですかね、その高次元っていうよりかは、うん、別次元って感じかな。別次元って感じかな、うん、まあ、高い次元ではあると思うのよ、うん、低次元高次元の人間の意識からすると、うん、そのいろんなね尺度で、うん、合わせると高次元の存在であるのよ、うん、
も高次元っていうとさ、自分もしかしたら上がっていけば高次元になれるのかもみたいに思っちゃうじゃん、うん、そんなやすやすの高次元さではないのよ。ほう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 、もっと圧倒的な高次元で、どういう風な角度で高次元高いのかっていうと、うん、最も純粋だってニュアンスなの。だから上に上にっていくよりかは中心に中心に住んでいくような、純粋に素直になっていく、うん、圧倒的に素直に圧倒的に純粋になっていく純粋さ、これを高次元って例える。なるほどな、うん、なんか本当に普通に上に行くもんだと思ってたわ。そうでしょ、うん、だからいずれは自分も高次元的存在になれるんじゃないかみたいな、うん、ってなると、まあ、傲慢さとかプライドとか、うん、なんかこうえへんみたいなね気持ちが生まれるわけじゃないですか。あ、それは純粋とは程遠い、俺高次元的存在だからお前低次元なみたいな除霊って言ったラップバトル始まりそうだな、うんうん、ってなっちゃうわけよ。高次元低次元という風にそのくくりで見ちゃうと、そうそうそう。でも実際守護霊たちがあなたを守護してる、うん、あなたをいいものに、うん、なんだろう、温かく抱いている存在たちは高い低いとかではなくて、うん、純粋たる存在っていうことですね。なるほどな、うん、そう。でじゃあその守ってくれてる存在、うん、守ってるっていうニュアンスもいろいろあるんだけど、うん、その守ってくれてるあなたにいい影響をもたらしてる存在は、うん、とどういう風に関わることができるかっていうと、ほうほうほう、あなたが純粋になるってことなんですよ。ああ、そうか。そうなん、彼らは純粋であればあるほどその近づけるっていうか。そう、これなんでかっていうと、うん、不純な人を助けることってできないの。なんでかっていうと、不純なものを純粋なものが助けてることになっちゃうから、うん、不純を純粋なものが育ててるって意味になっちゃうのよ。あー、良くない、そうそうそう、状況になっちゃうのか。そう、悪いものを純粋性のいいものが育ててるから、うん、悪いものがどん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 大きくなっちゃう、うん、だから純粋なそういう守護天使たちは、うん、純粋なものたちしか、うん、あの素直な人たちしか助けることができないの。なるほどな。そう、うん、いわば善なる存在とも言えるよね。そう、よく言うあの善なる勢力っていうじゃない、うん、その善なる勢力に彼らは位置してるから、もしあなたが純粋で素直で自分の気持ちを穏やかに快いものにしていけばいいほど、その善なる勢力、守護天使たちはあなたを助けることができるってことですね。そういうことだったんか、カズマが言う善っていうのは。そう、なるほどね。でその善なる勢力っていうのはまさに見えない川の流れのようなんですよ、うん、で川の流れで、この流れってあるじゃない、うん、水の流れが自分にこう迫ってるような感覚で、水がない、うん、でもその流れが全部の善に変わってほしい、うん、善の流れがあると思ってほしいんだよね、うん、でこの善の流れがあなたをいい方向に後押ししてくれるの。あなたをなんか、なんだろう、操って善なる駒にするとかじゃなくて、うんうん、良くも悪くも全部に自由が与えられてるから、うん、あなたの意思を尊重しつつ純粋に善にあなたを助けてくれるっていうことね。はあ、そういうことだったのか。そう、でも彼らにとって助けてくれるってニュアンスってよりかは、ただ愛してる、愛おしいって気持ちなんだわけですね。でも愛してる、愛おしいって気持ちは時にものすごいパワーを発揮する時ってありますよね。まあそうですね、うん、この人のためにとかね。そうそうそう、うん、だからその愛されてるっていう、その、うん、なんだろう、無限大な力が自分の中でこう、なんだろう、換算されて算出されて創生されて、その自信とかになって、あの、みなぎってくるのね。そう、何でも未来に想像できるエネルギーに変わるってことですね。なるほどな。これが守護天使のその、あの正体かなっていうふうに僕は思ってます。はあ、なんか思ってるやつとちょっと違いましたね。違うでしょ、うん、なんかその善なる勢力っていうのも本当になんつったら、もう光の集合体みたいなね、うん、眩しくてもう見れないもんだと思ってたんですよ、うん、なんつったらイメージの中で、うんうん、だからこのね、常に審判されてるようなそんな感じもしあったんですけど、うん、なるほど、まあそういう感じだったのね。そう、太陽の光そのものみたいな感じだよね、うん、ニュアンス的に。なるほどな、うん、光って、光を、太陽のその球体を見てなくても光って感じられるじゃない、うん、であの光のこの、なんて言うんだろう、空白のような何かがあるような、うん、でも理解を超えてるものなんだよね。だから頭で理解するんじゃなくて、感じることによって彼らを理解する。なるほどな。そう、解き明かしてはいけないってそういうことなんですよね。はあ、解剖、
そう解き明かしてしまうともう彼らは彼らでなくなっちゃうから、うん、なんかその解き明かしてはいけないっていうのもちょっとなんていうんですか、線引きが分かんないですけど、うん、理解するのと正体を見破るっていうか、うん、何がどう違うんですか。もう簡単に言うと、うん、根底がネガティブかポジティブかですね。ポジティブに彼らを理解しようと思ったら、うん、彼らはあなたを助けてくれる。でもネガティブに彼らを理解しようって思ったら、彼らはあなたをから引くしかないんですね。うーん、守るために、いや、どうすることもできない。愛と同じで、うん、その愛を望んでるんだけど、その人が愛の行動をしなければ愛はそこに存在することができないっていうのと同じなんですよ。なるほど。そう、うん、その人が不純だったら純粋な者たちはあなたを助けることができない、うん、だからあなたに正体を明かすことができないってことですね。はあ、なるほどな。そう、だから世間で言われてる英霊とか、なんかなんとか神様とか、うん、なんか守護なんとかとかっていうのは、うん、もっともたれ純粋になっていけば守護する存在にも変わることはできるんだけども、うん、本当の守護天使たちっていうのはもう川の流れのように存在していて目に見えなくて、うん、でもされど意識のエネルギーが存在してるから、たまにあのイメージとして存在する時はあるんだけどっていう、もっとね複雑でね、うん、あの理解を超えているんだけど感じることができる存在なんですよ。はあ、じゃあこの一概にこういう形をしてますとかこういう姿をしてますっていうわけではないのか、うん、そう、その時々で変わるし、その人のインスピレーションの働きで合致した時に見える、うん、その人の純度の具合によって見え方も違ってくるんですか。その通り。うーん、だから純粋性が増せれば増せるほどその守護天使たちの理解を深めることができる。はあ、なるほどね。そう、だから善なるものから外れれば外れるほど、うん、その昨日の動画、うん、闇の勢力から答えを引き出してしまうというのはそういうことで、なるほど、純粋であればあるほど善なる勢力から答えを引き出せるっていうのはそういうことなんですね。うーん、彼らがそのヒントを、そう、一緒にこう企ててくれるというか、うん、共にあるって感じですね。そうか、納得です。うん。なるほどな。他には何か聞きたいことあります？あ、そうだな、いや、なんか聞いてて思ったのはそのね、昔のドイツの哲学者でしたっけ、うん、なんとかニーチェさん、うん、神は死んだなんて言ってましたけど、うん、まあそういうことだったんですね。そうだね、あの純粋性を感じられてないと、うん、純粋性を持ってないとその善なるものを感じることができない。そう、まあ、死の前に死が現れますから、うん、生の前には死は現れないですね。なるほどな。そう、そういうことか。はい、そんな感じですかね。あ、まあ香ばしいテーマなんでね、もうちょい行きたいなっていう気持ちもなきにしもあらずんばなんですけど、うん、まあでも個人的にはね、そのすっと落ちてしまったんで、あ、よかったです、うん、ああ、まあそりゃそうだよなみたいな、うん、だからまあ純粋性を極めることによって守護天使たちとつながるというか、そのいい風に関係を築くことができるよっていうことですね。いや、納得ですわ、うん、そりゃね、昔の僕はね、うん、いくらねこう不純でしたからね、うん、いや、まあ不純だけど不純だけどそんな言い方は、うん、思うところはある、はい、まあそりゃね知覚できないわけですわっていう、うんうん、近くにいたくないですね一本はい、そんな感じで本日も、はい、失礼いたしました。ご視聴いただき誠にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。漢字考えることで世界は大きく変わる。フラットをポジティブにね。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価ぜひぜひよろしくお願いします。お前たち最高だぜ。